保田です。教室の久保田です。今日昼間の時間キャンセルがあったので、時間ができたからここまでまた来ました。花見がてらちょっと食べ物買ってこれバーベキューして、今ゆっくりしていました。あとまあ 2,30 分時間があるので、今回ちょっとゆっくりというかたくさんコメントを読もうと思います。でまず気になるコメントから、久保田コーチ毎日動画アップありがとうございます。私も久保田コーチの思想やテクニックが英語圏に広まらないかなって思いながら仕事の合間に字幕を打ったりしています。これは字幕を打っていただいた方ですかね。それだとありがとうございます。仕事の合間に打っていただいてたのかな。続きがありまして、日本人ですが 1,2 ヶ月前にロサンゼルスでも久保田コーチのファンを一人見つけましたよ。そして試合前の練習のショートラリーの時に3割3割っぽいスイングを見せていた相手もいましたと。質問ですが、もし私にその根気があったら久保田コーチの動画についてブログか何か英語で取り上げてもいいでしょうか。はい、全然いいんでよろしくお願いします。英語でバンバン取り上げてください。ソーシャルメディア系はほぼやらない私なので実行しない気がするのですが、念のため確認までと。本当にもう時間がある時にもうやっていただければ、できる範囲内でやっていただければ助かります。よろしくお願いします。この方だと、もしよかったらですね、今後字幕つけていただいた場合はですね、つけていただいた方本当お手数なんですけども、一言ですねコメントを入れていただきたいんですよね。今字幕一つつけましたとかね、いうふうに、お知らせしていただくと私の方も気づくので、じゃないとやっていただいても全然通知が来ないと、もう1週間ぐらい放置しっぱなしっていうのがあったんで、そういうことがないようにできるだけ通知メールじゃなくてコメントの方ですね打っていただければ助かります。はい、で私が公開ボタンを押さないと公開にはならないんでね、せっかく打っていただいたのに公開してなかったというのはちょっと本当失礼になってしまうので、よかったらですね、ぜひ私もちょこちょこ見るようにはしてるんですけども、よかったら今打ちましたよというふうにコメントをいただければと思います。またよろしくお願いします。では次いきますね。次、こんにちは。今日も動画配信ありがとうございます。今日は壁打ちで右肘を伸ばすことを意識して練習をしましたと。完全に伸ばしているつもりが動画で見ると全然変わっていなかったりして長年の癖に苦戦しましたと。2時間くらいかかりようやく少し良くなったと思います。私の場合肘が伸びると肩首あたりがストレッチされてほぐれるような感覚があったので、それがあった時は伸びている、ない時は伸びていないという判断ができ、実際の動画でも大体そうなっていました。今日もいい発見があり楽しかったです。ありがとうございます。そうですね、私が教えている3割3割の動きって結構首の動きも変わりますよね。で両方の肩がわーっと動くので、最初のこの状態から動いて、でまた動いてっていう風になるんで、ものすごく両肩と首周りもうこの辺ベランベランに動くんですよね。なんでこれまで肩こりがあった方とか、片頭痛があった方なんかは結構治ったとか治まったとかっていう方結構いますよね。はい、大体肩こりに効くみたいですけどね。はい、私自身肩こりないんでよくわかんないんですけど、肩こりがある人はぜひ試していただければと思います。で続きがありまして、ところで壁打ちをしていると何人かの人にすいません、久保田テニスですよねと話しかけられましたって。初対面の方と久保田テニスのことで話が盛り上がりました。埼玉でも広がってきているようです。そうですか、埼玉でもとうとう久保田テニスが広まりだしましたか。またいつか行く機会があったら埼玉にも寄ってみたいですね。全国車でレッスンして回るのが私の夢なんで、ぜひその時はですね埼玉寄りたいと思います。では次いきますね。次はですね、この動画が配信されてからできるだけ気にかけて練習していますが、なかなか
左腕の動きが身につかず、右手だけで裏向きの面を作ろうとしています。どうしたらよいでしょうか。オープンスタンスもいまいちなので、足の踏み替えをきちんとすれば、左腕の動きもうまくいきやすくなりますか。はい、そうですね、フォアハンドのこの引き方ですよね。これ足のターンが浅いとどうしても左だって後ろに行かないんですよね。途中で手離してしまうんですよ。でも精一杯やった状態で横で離す感じになっちゃうんですね。後ろまで行って離すじゃなくて、ターンがないとぐーっとやって、これもう結構きつい状態ですよ。これこの状態で手を離してしまって後ろまで行かなくて全体が浅くなったという場合が多いので、足のターンは絶対やった方がいいですね。深めにやった方がいいですね。つま先がコート右方向に向くまでやった方がいいですね。完全にね、両方のつま先ですよ。両足のつま先がもう右側に向くぐらいまでターンして、それから手を離して構えるという方がいいですよね。そしたら左腕も楽なんでね、前向いて腕こっち引っ張ったら、ただきついだけですからね。きついけど場所手伸ばしたら全く違いますよね。なので、足のターンというのは大事です。次いきますね。次はですね、一通り動画で道を示したことだし、久保田コーチはひげを蓄えればよいと。これ何ですかね。これは、どう受け止め、ちょっとまあゆっくりしてていいよみたいな感じなんですかね。ひげを蓄えればよい。全然まあ関係ないかもしれないですけど、私ひげですね、しばらく伸ばしてた時ありましたね。しばらくというか結構15年ぐらい伸ばしてたかな。あごひげだったり、この鼻の下だったり、あごひげだったりを伸ばしてた時期ありました。で、アミカ言ってることは髪型ですね、伸ばしてましたね。伸ばして、くくってバサッと切ってもう散髪終わりみたいな、なんかそんな感じで、やってましたね。それが 7,8 年髪伸ばしてやってましたね。で、日本に帰ってくるちょっと前に髪短くして、で日本に帰ってきてしばらくしてからはずっと坊主にしてましたね。まあこんな関係ない話もしつつやっぱ坊主が楽ですよね。スポーツやってると坊主が楽で、やっぱ帽子もう日差し強いんで帽子はずっとかぶらないといけなくて、で帽子かぶった状態でなんか髪伸びてると気持ち悪いんだよね。やっぱ坊主で、さっぱりしてる方が夏場なんかは特にいいですよね。もうパッと水かぶってパッとこう手でパワーパッとはたいたら終わりみたいな、あれが好きでしたね。はい、という関係ない話でした。次いきます。次はちょっと長いの来ましたね。これ長いの来たんで、ちょっと今私さらさらと読みますね。まあ重たいラケット使ってて、 320g の使ってて 290g のラケットに変えると肘が痛くなったと。でそんな時に私の動画を見つけたということですね。でまあボレーを猫パンチやってたんだと。でスクールで試してみると、スクールのコーチから打ち方変えたのとすぐに聞かれたんですね。肘が痛くなったことや久保田テニス教室のことを伝えると、チャレンジしてみたらいいよと言ってくれましたと。そのコーチがね、いやじゃなくて、そのコーチが久保田テニス教室はこういう風にやってるから、こういう風にやればいいよって教えてくれればいいんですけどね。チャレンジしてみたらいいよって言ってくれただけなんですかね。軽いラケット使うと意外と肘とか手首痛くなったりすることはありますよね。やっぱりこう振動も結構あるしね、余計に手首を使ってしまったとかっていうのもあると思います。軽い分だけ手いじったというのもあると思いますよ。だいたいやっぱミスヒットした時の振動が多分痛みになるとは思うんですけど、はい、ちなみに私が今使っている赤いウィルソンのラケットは 372g でしたね。この間測ってみたら結構重たかったんですね。なんかスペックでは360ぐらいだったんですけど、私のところに届いたラケットはなぜか370を超えるものが多いという別に370を選んでるわけじゃないんですけどね。だけど買ってみたらそのぐらいの重さだったっていうのは結構多いです。ダンロップのマックス、面が小さいやつも、あれも371とかだったんで、結構重たいやつを今私は使ってますね。でだからといって手が、痛いとかっていうこともないし、振り遅れるってことも特にあんまないですね。
あのラケットの重さじゃないんだよね、振り遅れるかどうかとかっていうのは。スクールで、肘が痛そうな人がいたら久保田テニス教室をさりげなく教えてあげたいと思っています。久保田テニス教室がもっともっと広がってテニスエルボーに悩む人がいなくなるといいですね。そうですね、あのもしあのそういう悩んでる方がいたらですね、ぜひあの一度だけでいいんで、あのこういうチャンネルがあるよと言って私のこのチャンネルを進めていただければと思います。よろしくお願いします。では次いきますね。飛行機を見ながらテニスできるコートは最高ですね。プレー中断してみんなで見上げて、今のはボーイングの何型ですねとか言いながら。そうですか。あのまあ飛行機好きの方はそうかもしれないですね。ぜひあの空港近くのコートなので、福岡来た時はぜひ使ってみてください。あ、といってもあそこはですね、事前に前の日までに使用申請しないといけなくて、当日での使用申請というのはできないところなんで、まあ、ちょっと他県からの方は使うの難しいかもしれないですね。私はもうちょっとうるさかったなという感じなんですけどで隣でやられてる方いたんですけども、その方たちも全然飛行機見向きもしてなかったですね。私はなんかもうちょっとすごい爆音でびっくりして毎回チラチラ見てましたけど、もう慣れてしまったら全然そんなのも気にしないでやるみたいですね。でちょっとまあ空港近くて、まあ、大きな声出さないといけなくなるかなと思ってちょっとやる前は心配してたんですけども、うるさすぎて爆音でもう何言ったって聞こえないんで、もう振り方手振りをこう見せてあのちょっと教えたりとかってやってたんで、逆に楽でしたね。うるさい方はもう喋れなくていいんで、はい、そんな感じでした。で私の通っているテニススクールの準備運動は変化なしですよと。80分のクラスで最初の10分が準備運動です。クラスの入れ替えで、10分休憩があるから、その間にコートに入って各自準備運動をすればいいのにと思っています。私もそう思います。で私の動画も結構あれ見てる方いると思うんですけどね、でもやっぱ変わんないですよね。でやっぱこのぐらいのレベルなんですよ今テニススクールというのはね。もう無駄を省けない。あのテニスを教えるってどういうことかというと、無駄を省くってことですからね。生徒の動きの無駄を省くということなんで、でもスクールのやり方自体の無駄が省けないんだったら多分教えるのも無理かなっていう気がします。はい、そんな簡単なことは変えることはできないのに、生徒の動き変えることができるかって考えると、まあちょっと無理かなと思いますね。で次いきます。いつも動画ありがとうございます。肩が下がりきった状態の方が腕が使いやすく力も出ることを知っている人ってこの世界に何人いるのでしょうか。まあちょっとこの世界というか、まあ、テニスのやってる人たちの中ではあんまりいないのかなと思いますね。みんな違うとこ走っちゃってますよね。もっとあの根本的なことを、当たり前に考えれば気づくことではあると思うんですけれども、大体元からあのラケットの打ち方で胸の力を使って打つとかっていう人って一人もいなかったですからね、私が言う前は。なので、そうですね。でもまあだいぶ気づいてきてるとは思います。ブログの方ももうだいぶ前から何年も前からやってますからね、ちょっとずつは変わってきてるとは思う、気づいてはいると思うんですよね。だけどそれを自分が使えるかということと、もう一つはそれを知って自分もできたからといって他人に教えることができるかというのはまた全然別なんで、そこまでいくともう本当に少ないと思いますね。で次いきます。スクールの準備運動ですが、生徒が怪我をした時の言い訳にでもしたいんですかね。ちゃんと準備運動をやらせてますよと。不特定多数を相手に経営を維持しなければならないテニススクールの大人の需要なんですかね。そんなスクールがこれからも延々と続くでしょうね。まあそういうスクールがもうなくなればいいと思うんですけどね、私はね。で基本的にその生徒が怪我をした時の言い訳なんかなんないですからね。もうあのテニスコートで生徒が怪我をしたら全てあの指導側コーチ側の責任ですからね。もう準備運動させてるとかさせないとかそういうこと関係なく、あのそこであったことの全てはコーチの責任なんで、それではないと言い訳とかっていう問題にはならないと思います。私はそんなものは言い訳にはならない。
では次いきます。次、グリップサイズについてこだわりがあまりない点、クボタテニスらしさのような気もします。いやそうじゃないんですよ。私あのとことんこだわったんですよねあのもうこれでもかというぐらいもうこだわって、でもうグリップも自分で削ったりなんだりとかいろいろやって、で、まあ、失敗もしながら何回もやったんですよね。で行き着いたところがこのあのレーザーグリップのこれだったんですで巻き方もこの、 あのガタガタがないやつっていうのになったんですよ。なのであのすっごいこだわったんですよ。もう毎回オーバーグリップもこう何球か打ったまた巻き直すみたいなこともやったりしたことがあったんですよね。だけどやっぱりこれが一番良かったっていうところに、落ち着きました。でまあグリップの話、私はやっぱり細い方が好きだし細い方を勧めます。で、じゃあ細ければ細い方がいいのかっていうと、そうじゃないから気をつけてくださいね。どのぐらい細くていいのかっていうあの目安としては、基本的にグリップが細くなれば細くなるほど面の向きが分かりにくくなるんですよ。例えば手が大きい人はグリップサイズの1を使うとちょっと小さすぎて面の向きが分かりにくくなるってことがあると思います。なので、それは細すぎますので、だいたいパッと掴んで面の向きはっきり分かる程度、がいいと思います。で、まあ、太いのは、持ちにくいっていうのがありますか。テニスがどうのこうのじゃなくて持ちにくさっていうのがやっぱあると思うんですよ。例えば太い方がこのぐらいこう相手太いぐらいの方が、持ちやすいんだったら、物事どのものにしたってそのぐらいの太さのグリップってあると思うんですよね。でもなかなかないですよね。例えば、包丁を持って包丁のグリップってそんな太くないですよね。細いですよね。でまあいろんなものを取っ手とかありますよね。その、大きさって見てもらったら分かると思うんですけど結構細いと思うんですよね。でなんで細いのかなとか考えてみるといいと思います。これ太かったらどうなのかなとかね。本当に太いのが、いいんだったら全部太いはずなんですよね。それなりに特に道具とかになると男性の方が女性よりも使う機会の方が多いと思うんですよね。で男性だったら手もそれなりに大きいんで、ね、いろんな工具とか道具っていうのは太さが結構あるはずなんだけど、でもないですよね。結構細いですよね。それなのになんでグリップだけテニスのグリップだけ太くないといけないのかっていうふうにいろいろ考えたりとか、まあそんなこともいろいろ考えつつ、私の今の考えに至っております。まあちょっと細めの方がいい。でも細すぎるのは面の向きが分かりにくくなるので、もし面の向きが分かりにくいなっていう時は、ちょっと一個太めにするっていうのはいいと思います。はい。一回ここで動画を切りますね。またコメントの方を読みます。今回は以上です。